赤い世界。僕が小学6年生の時の話。当時、僕は吉祥寺にある塾に通っていました。隣の丸丸区からバスで通うのですが、その日もいつも通り塾へ行くため、僕はバスに乗りました。 バスに乗ると乗客はまばらで座ることができました。しかしだんだんとバス内は混み合い、気づくと目の前には一人のおじいさんが立っていました。岡田雅美ではないのですが、ピシッとしたスーツにハットをかぶり、スラッとした感じのおじいさんでした。 僕は席を譲らなければと思い、どうぞ、と声をかけ、彼は、ありがとう、と笑いました。当時小学生だった僕の考えは愚かで、このおじいさん、顔がシワシワだな、とか、マジシャンみたいだな、と思っていました。 すると彼は、君は優しいね。と話しかけてきました。僕もそれに答えるように話が始まり、気づけば普通に話をしていました。たあいもない世間話で会話内容で覚えているのは、塾のことや成績の話だったと思います。 また、僕が当時健在だった両親から、知らない人と話しちゃいけない。と言われていたので、それを言うと、こんなじいに、誘拐とかできると思うかいと聞かれ、首を振ったのが記憶にあります。まもなく終着の吉祥寺駅に着くというとき、 僕はついに、あの疑問を尋ねたのです。マジシャンですか彼はしばらく笑っていましたが、バスが停車すると座ったまま人差し指を立てて、こう答えました。でもね、これならできるぞ。これってなんだと思っていると、 乗客たちはほとんどバスを降りており、残ったのは僕たちだけ。慌てておじいさんを置いてバスを降りた瞬間、強烈な赤い光が飛び込んできて、目が眩みました。突然のことに驚いて目を開けると、そこには誰もいない。 さっきバスを降りたはずの乗客も誰もいないのです。周りを見渡しても誰一人いない。車も走っていない。乗ってきたはずのバスも消えていました。でも何より一番怖かったのが風景というか世界が 赤いのです。なんというか、赤い光を当てた世界というか、よくドラマや映画などで、黄色や青などの発色が強い映像があるじゃないですか。そんな感じで、明らかに異常な風景なんです。確かに夕方頃だったとは思いますが、 そんなレベルの色の強さではないんです。当時の吉祥寺駅前ロータリーは、ホームレスやスケボー族のお兄ちゃんたちが多く、当時は喧嘩などもあって、怖かったのを覚えています。そんな繁華街で、喧騒一つ聞こえない異常な色の風景に、僕は怖くなって走りました。 映画のバニラスカイのオープニングをご存知でしょうかまさにあんな感じです。駅前通りを走っても誰もいない。僕は泣きじゃくり、しゃがみ込んでしまいました。気づくと目の前にはさっきのしわしわのおじいさん。 僕は、戻して早く戻してと泣き叫びました。おじいさんは、ごめんね。と言い、僕の頭を撫でると、怖がるとは思わなかったよ。ごめんね。と、何度も謝りました。 急に喧騒が聞こえ、ふと顔を上げると、普通の景色に戻っていました。横断歩道の真ん中でしゃがんで泣いていたので、周りの人からは変な目で見られてしまいましたけど、周りには人だかりができていて、気づくとあのおじいさんは、どこかへ 消えていました赤い世界時間先輩にオカルト好きな人がいる先輩といっても 別に俺はオカルトクラブに所属しているわけではなく、彼がただ単に学年が上で、ただ単に近所に住んでるからよく話すだけだ。そんな彼といつものように放課後一緒に帰りながら話していた。俺はふと友達から聞いたある事件の話を思い出した。 と言っても、くだらない嘘の話だと思っていた。その事件とは、ある国で、ある物理学者がある時を境に一切動かなくなった、というものだ。その男は、時計と机と紙とペン。 そして窓を完全に塞いだ部屋で研究に没頭するという変な男だった。研究対象は時間。大抵は毎日研究施設に同僚とコーヒーを飲みに来ていた。しかしある日を境に研究施設へ足を運ばなくなった。 二三日目までは彼の同僚たちもきっと何か素晴らしいアイディアを思いついたに違いない研究に没頭しているのだろうと考えていたしかし一週間経ちさすがにおかしいと思った同僚たちが彼の自宅を訪れ彼の研究室の扉を開けたするとどうだろう扉を開けた瞬間に その男が部屋の中で崩れ落ちたのだ。同僚たちは走り寄り、大丈夫かと、問うた。意識があった男は、ああ、よかった。ちょうど全身に力が入らなくなったんだ。ちょうどいいところに来てくれたね。ああ、なんだ、目が痛いよ。 礼を述べた。一週間も何をしていたんだ同僚が問うと、男は、何を言ってるんだ君には昨日会ったじゃないか。と。同僚が、何を言ってるんだ君は一週間施設に来なかったんだぞ。と言うと、男はこう言った。何をバカな。 私はついさっきまで普通に研究を続けていた。一週間なんぞ決して経ってない。ほら見ろ。あの時計は丸日の丸字を指してるじゃないか。そこには日付と時間を指すタイプの時計が一週間前の日のある時間を指して止まっていた。男の話からすると男は 一週間前から一切動かず、その場に居続け、同僚が部屋に入ってきた瞬間、突然崩れたのだった。先輩に、この嘘のような話に対する意見を聞いた。君は、例えば数億分の一秒、数百億分の一秒、 もしくは数秒、数分、たとえ数時間ずれた時計を見ても、あ、今は何時だ。と思うのだろうね。普遍的な時間の流れがあるか、それはわからない。物理学的にはあるかもしれないね。僕は詳しくないから知らない。でも、君は時計を見た時に、今は何時だ。 と考える。それがたとえ、いわゆる、標準時、電波時計なんかの正しいとされている時間から数時間、半日ずれたとしても。つまり、ある時計が示す時間、それが君にとっての時間だ。例えば、君が12時間ずれた時計を見て、ああ、今は何時だ と思っても、そのうち周りの環境なんかで時計がずれていることに気づくだろう。じゃあ、時計が止まっていたら、君は時間が止まったと思うかい思わないだろう。物の動きや音、それが進んでいるのに時間だけが止まったと考えるかい普通の人は、 時間が止まれば物の動きも止まると思うだろう。時間を止めていたずらするなんて想像をよくするしね。その男はとても特別な空間にいたんだ。動くものは時計だけ。きっとその部屋は外の雑音なんかも聞こえないような構造だったんだろうね。 そこに時計がなければ、そんなことにはならなかっただろう。物や音が進んでなくても、時間が止まっているなんて考えないから。問題は、そこに止まった時計があったことだよ。言っただろう。ある時計が示す時間が、その人にとっての時間。 男は止まった時計を見た。男の周りには他に動くもの、音はない。気づけなかったんだよ。本当は時間が進んでいたことに。時計を見て時間が止まっていた。時間が止まっていたのなら彼は当然動かない。いや、動けなかったんだ。 すべては彼の中だけの話だよ。確かにね。でもね、彼にとっての時間は止まってたんだよ。事件の話も先輩の説明も嘘臭いとは思ったけど、まあ面白い考えだとは思った。でも、この事件の話は Google とかで調べても出てこないんだよね。時間。はいどうも軸にまつわる不思議な話その八をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 ウと申します。タイムスリップもんっていうかまあ雑談の一つで、まあ時間をワープできますよと。未来と過去、どっちかだけ見れますってなったら皆さんどっち見ますこれね、まあまあ、その人によって全然答えが違って面白いんですけど、 現代に残る謎。例えば、大パーツとかの答えを見たい。っていう人が、まあ、ミステリーとか階段好きの人には多いんかな。っていうふうに、まあ、体感で思ってて。逆に、まあ、リアリストというか、まあ、陽キャみたいな人は、逆になんか、自分が生きてるうちに見れない、すっげえ未来の方を見てみたい。っていう人、 がまあまあ多かった気がします。全然今ない技術とか見れて、未来は未来で全然楽しそうですよね。ただね、個人的には僕過去派なんですけど、未来例えばなんか、ちょい刻みでじゃあ20年後飛んで、その後100年後飛ぼうかみたいに言って、20年後実はもう全然日本なかったですとかなったらすっげえなんか不安になる気するし、 やったらもう、とりあえず現代っていう答えが決まってる過去に戻って、その中でなんか自分の答え合わせみたいなことをしたいなっていうふうにはまあ思いますね。まあ皆さんどっちでしょうか。まあ一番大事なのは今なんですけど。なんか金八先生みたいなことを言いましたけども。えー、それでは。 時空にまつわる不思議な話の過去動画か、まだ撮ってすらいない未来の動画でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が切りのいい数字になりましたら、 ゾウが体験した、もしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。